はいどうも幻想です。今日は目の前に透明度抜群の水晶ポイント並べてみました。ブラジルのバイア州というところでね、採掘された水晶ポイントということで、以前ね、まあ今画面に出してますけども、超特大のクリアな水晶ポイントということでね、お届けしたんですけども、まだご覧いただいてない方はね、あの動画もね、まあ迫力ですからね、概要欄にリンクを貼ってますから、また一度良ければね、ご覧いただければと思います。で、今回の子たちも、以前の超特大水晶と同じ産地で採掘された子です。ブラジルのバイア州、まあ地図上で見るとブラジルがあると東側ですよね、ミナスジェライス州の上側にある、上にあるね、バイア州というところのセントセというところでね、取れた水晶ポイントということで、以前モヒカンのね、スカルナンというのもお届けしたんですけど、あれも同じ産地ですよね。でね、この子もね、多分同じ産地だったと思うんですよね。まあ、スカルね。今日はまあスカルのご紹介じゃないんですけども、まあ、とにかくね、後ろから見てても綺麗です。ね。まあいいですよね。水晶の透明度が高い子。まああるようでない、珍しいんですよね、やっぱりね。うん、まあその上の部分が、まあ、上の部分が白いっていうことはまあ少なかったりするんですけども、まあ全体的に白かったりであるとか、下の方が白くて上の方だけが透明があるとか、透明度が高い子とかね、まああるんですけども、全体的に透明度が高い子っていうのはほんと少なかったりしますから、ここの産地で取れる子もね、比較的透明度が高い子が多くて、それをまあお店の方にね入れてきてるんで、今日はね、まあそれを、まあ今5点目の前に並べてるんですけども、全部ご紹介するとまた長くなっちゃいますからね。最近長い動画が続いてますから、今日は短くいこうということで、この中から1点だけお届けしたいと思います。そして順番にね、また1点ずつご紹介していきたいと思いますけども、今日は1点だけご紹介していきたいと思います。で、また後半ね、少し登場してみたいと思いますから、お時間がある方は最後までお付き合いいただけたらと思います。で、このスカルたちもね、また順番にね、ご紹介の方していきたいと思ってます。まあ、水晶はね、やっぱりいいよね。うん、見てるだけで気持ちいいね、涼しい気持ちにさせてくれるし、なんかスカッとさせてくれますよね。で、今回のこの特徴っていうのは、透明度が高いっていうのもあるんですけど、やっぱりね、この台座ね、後でまあ、詳細なところで見ていただければと思いますけども、台座もね、おしゃれなんですよね。うん。やっぱり石っていうのは、どういう風に置くのか、どこに置くのかっていうのが、やっぱりすごく大切なことで、まあ、どんな形で置いていただいてもいいんだけども、やっぱりね、できることなら、おしゃれに置きたいというか、かっこよく置きたいですよね。で、そういう時に何の上に置くのかっていうのを結構考えたりするんですけども、今回の子っていうのは、もう台座付きで、その台座がおしゃれということですから、もうそのままどこに置いていただいてもかっこよくて、ね、インテリアにも最高だし、目に入るし、存在感もあるしということでね、最高じゃないのかなと思いますから、今日はね、これをご紹介したいと思います。で、まだこの動画のね、チャンネル登録がお済みじゃない方はね、ぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。そして、いいなと思う、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてコメントなり、ご質問なり、あればね、どんどん送っていただければと思います。まあ、それでは今日はブラジルのバイア州で採掘された透明度抜群のね、水晶ポイント、これを今からお届けしたいと思います。それでは詳細をお届けしたいと思います。まずこれが真正面です。すごく綺麗ですよね。透明度抜群ということで、まあ、そんなにね、今サイズは出してますけども、それほど大きくはないんですけれども、まあこの透明度、そしてね、この台座がね、少し寄っていってますけど、またおしゃれでしょ。いいですよね、この銀色の台座ね。すごくかっこいいですよね。これがまあ特徴の一つでもありますよね。そして下からずーっとね、上がっていきます。この辺なんか下の方までね、結構透明度あるんですよね。後ろがね、こんな風にね、なってますよね。で、こうと。今前からライトは当ててますけども、室内で撮影してますから、家の中ではこれぐらいのね、透明度、そして迫力で見えるということですよね。かっこいいですよね。こんな感じになってます。そしてこちらの向きが、こうですよね。こんな感じになってます。まあ、なかなかね、水晶のポイントで透明度がすごく高い子、綺麗子、
まあ、あるようでね、実はあんまりないんですよね。だから透明度がね、高い子がお店に入ってきた時っていうのはね、声が大きくなってね、ご紹介してるんですけども、あまりね、そんなに水晶ね、たくさんまあご覧になってない方だったら、何がそんなにね、まあ、珍しいのかっていうのはあんまりわからないと思うんですけども、たくさんね、水晶をご覧いただくと、透明度が高いものがね、まあ、結構少ないなっていうのはね、わかってもらえるんじゃないのかなと思いますよね。こんな感じに見えてる子ですよね。この辺にね、少し可愛らしいね、虹も出てたりとかしますよね、この辺ね。そしてこの角度がね、少しこう光がね、屈折して虹がすごく出てるような感じも見えるんですけどね、左の辺ね。まあ、この辺はね、まあ角度によってこう見えたり見えなかったりするとこですから、微妙なところですけどね。こんな風になってる子。ね、下がここですよね。そして上に向かってずっとね。またこの表面もね、かっこいいんですよね。なんとも。見てるだけでも気持ちいいですよね。こんな感じで、この辺とかがもうね、ちょっとこうね、クリアの部分になるとボケてきますけども、透明度が抜群の部分ですよね。この辺ね、こんな感じになってる。すごく綺麗ですよね。なかなかあるようでね、ないですからね、透明度がすごく高い水晶というのはね。こんな感じになってる子。まあ、透けてる部分からね、こう向こう側を見るとまた面白くて、ずっと見ていたいですよね。かっこいいですよね。ここは正面になってますけどね。こんな感じに見えてます。すごく綺麗ですね。この辺とかもいいですよね、すごくね。ということでね、今回はブラジル、ね、バイア州で採掘された、セントセで採掘された透明度抜群の水晶ポイントをお届けさせていただきました。まあ、お店にはね、このタイプの子まだまだありますからね。気になる方はぜひね、お店の方に来ていただいて、そして現物を見てね、楽しんでいただければと思います。まあ、それでは後半また少しだけ登場してみたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。目の前に5点ある中の今日は真ん中の子、この子をね、お届けさせていただきました。まあ、映像からでもね、十分分かっていただけたとは思いますけども、透明度高かったでしょう。ね。そんなにサイズは大きくないですよ。手の上にこんな感じですからね。台座がね、こんな感じですから、そんなに大きくないんですけども。まあ、気持ちいいね。で、これはね、抜けますからね、別にね。台座が、いらない場合。まあ、ちょっとか、硬いけどね。硬いけど抜けます、これは。こういう風に。ね。抜けます。こんな風に握ってもらってもいいですよね。疲れて家に帰ってきた時にね。まあ、先端だけはちょっとね、気をつけていただきたいですけどね。パーンと当たっちゃうとすぐ欠けちゃいますから。まあ、それはしょうがないことなんですけどね。少し大切にね、先端の保護なんていうのはしていただいた方がいいとは思いますけども。握っていただいたりであるとかね、してもらって、遊んでもらったらいいんじゃないのかなと思います。やっぱ水晶はね、いいよね。前回フローライトのところの動画では、心の石鹸というか、なんか溜まったものを出してくれるみたいなところでお話はさせていただいたんですけども、水晶っていうのも、まあよく似てるんだけども、ニュートラルにしてくれますよね。余計なことを考えないでいいというかね。なんかそんな感じですよね。これ入れるの苦労しますけどね。こんな感じですよね。あんまりギュッギュ入れちゃうとね、ボロ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 しちゃうとは思うんですけども、比較的ね、簡単には入りますから、こんな感じでね、置いていただいたらいいんじゃないのかなと思います。ほんと心をこう、スーッとしてくれるというかね、特にね、本当に暑い時期、もうだいぶ涼しくなってきましたけども、夏の暑い時期っていうのは、水晶っていうのはね、もう触ってるだけでやっぱ気持ちいいね、冷たいからね、すごくスーッとしてきますよね。だからこういうものがね、家に、まあ何点か、ポチポチとね、置いていただくと、部屋の中の空気っていうのは本当にぐんと変わりますし、いい気が充満してきますからね、最高じゃないのかなと思いますよね。まあ今回はブラジルのね、
バイア州セントセで採掘された水晶ポイントということで、まあ、クリアなものっていうのは比較的ね、まあ、何度もあの今日の動画でもお話ししてるんですけども、あるようでないんですよ。すごく透明度が高い子っていうのはね、やっぱり全体的に白かったりであるとか、半分ずつに分かれててね、下の方が白くて上の方が透明度があったりであるとか、なんか半分ずつみたいな感じのものが多かったりするんですけども、ここまでね全体的にクリアな子っていうのはあるようでないですから、やっぱり珍しいよね。うん、だからこういうものがね家にあると本当にいい、まあ、玄関でもいいしね、それこそリビングでもいいしね、うん、ドーンと置いていただくとね迫力が出ますから、これを見た方とのねやっぱ会話も弾みますよね、こういうものが家にあるとね。うん、そんな形で家、石っていうのはね、使ってもらったらいいんじゃないのかなと思います。まあ、これからまたね、順番に1点ずつお届けしますし、クリアなスカルっていうのも結構ありますからね。以前、この同じ産地の、モヒカンちゃんのね、スカルっていうのもお届けしたんですけど、もうあれはね、お客様の元にね、行ったんですけれども、まあ、可愛がっていただいてるということで、ね、本当にありがとうございますということですよね。まあ、石っていうのはね、もう可愛がってあげればあげるほどね、うん、いい気を出してくれるというかね。で、石がいい気を出してくれると、そこにいる私たちも気分が良くなるということで、もう本当ウィンウィンの関係でね、どんどん相乗効果で家の中の気が上がってきますから、石っていうのはね、本当に可愛がっていただけたらね、石のある生活っていうのは最高ですからね、そんな感じで石っていうのは使っていただければいいと思います。で、今日はね、もう短くいきます。最近長い動画が多かったですから、今日はね、短く、このシリーズっていうのはね、まあ連続でね、何点かお届けすると思いますけど、短いシリーズでお届けしようと思ってます。ね、もう映像で見ていただくだけでね、もうぐちゃぐちゃと喋るのはなしでお届けしようと思ってますから、今日はこの辺でね、終わりにしたいと思います。で、冒頭も言いましたけども、この動画を見て、ね、いいなと思ったらぜひね、この機会にチャンネル登録をしていただけると大変嬉しく思いますということと、この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そして質問なりコメント、そして画面の上にもね、電話番号載ってますから、火曜日以外はずっとやってますからね、お電話をいただけて問い合わせをいただければと思います。まあ、それではね、今回は、ブラジルのバイア州で採掘された透明度抜群のね、推奨ポイントをお届けさせていただきました。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。